さて今日は岸とそれからディクソンで始まりましたゴーパーク野球、立ち上がり、岸の方はワンアウトランナー三塁というピンチを迎えましたけれども、3番の吉田正尚をカーブで三振、これで2アウト。すると4番の野目野に対しては高めまっすぐ、連続三振で立ち上がりのピンチを出しました。2回です。この回先頭バッターのマレーロ、ニックネームストレート、 T 岡田、この T 岡田に対してもまっすぐ、2アウトとなって中島、この回3つのアウト全て三振、前の回から5者連続三振、素晴らしい序盤のピッチングの岸です。その岸ですけれども、3回ワンアウトランナー2塁というピンチを迎えて、1番の西野、これは西野うまく合わせました、センターへのタイムリー。3回の表バファローズが1点を先制します。イーグルスですけれども、4回ツーアウトながら三塁一塁というチャンスを作りました。そして天田、レフト線いっぱいに入るタイムリーツーベース、同点に追いついた4回のイーグルス。でこの後満塁のチャンス、同点に追いついたオコエを迎えます。しかしここはオコエショートゴロに倒れて、ここは同点止まりということになりました。さあ1対1で6回です。この回岸はワンアウトランナー三塁二塁というピンチ、しかし中島を三振に取った、足立に対してはもうインコース素晴らしいコントロールでした。ほぼ連続三振でピンチを出しました。そしてバファローズの方ですけれども、先発のディクソン5回まで同点の場面で6回金田、2番手金田が3人で終えるという6回のピッチングでした。1対1でゲームは7回です。オリックスの方はこの回、ワンアウトから西野にスリーベースヒット、西野今日これで3本目のヒット。でこの後西野を三塁に置いて吉田正尚にタイムリーが出ました。これでバファローズ1点勝ち越し、2対1とします。続くロベロもタイムリー、この回バファローズが2本のタイムリー、これで3対1とリードを広げました。さて7回の裏です。イーグルスの方はワンアウト満塁、エラーと2つのフォアボールでチャンスをもらいました。この藤田のセカンドゴロの間に1点を返します。3対2、この後チャンス続いたんですけれども、ここは岡島が空振り三振、1点止まり、バファローズ1点リードで8回です。そのバファローズ8回です、ツーアウトから足立がヒットで、ゲーム途中出場の伊藤、これオコエ飛び込んだんですけども、わずかに及ばず、伊藤のタイムリースリーベース、4対2バファローズ2点リードと変わります。そして9回です。ワンアウトからオコエに今日2本目のヒットが出ます。抑えの平野からオコエが塁に出ました。でこの後島内フォアボールでワンアウトランナー二塁一塁、ここで藤田を迎えましたけれども、最後藤田はセカンドゴロ、ダブルプレーに倒れてゲームセット。4対2バファローズが勝って、バファローズは連敗ストップ、イーグルス3連勝ならずという今日のゲームでした。少ない中で迎えた7回のチャンスでした。どんな意識で、今日は岸好投でしたけれども、